どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいキャラクターは、ルフィとドフィの表裏一体です。つまり、ドフラミンゴを考えることで、ルフィの今後の秘密に迫る、あるいは近づくことができるかもしれません。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。僕の考察動画を見ていただいている方ならご存知のように、僕はキャラクターの表裏一体という考察方法をよく使います。例えばこちらの動画では、ルフィとサンジの表裏一体を考えることでルフィの母親像を考えました。他にもこちらではルフィとホーディの表裏一体から後半の海の展開を考え、こちらではルフィとカイドウを、こちらではナミとビッグマムを、さらにヤマトとオタマ、ヤマトとローラの表裏一体も考え、こちらではイム様とロビンを、こちらではイム様とミスゴールデンウィークを、こちらではイム様とエネルを、こちらではイム様とドクタークレハを、こちらではバーソロミュークマとフランキーを、こちらでは黒ひげとクロコダイルを、こちらではドフラミンゴとクロコダイルを、こちらではロジャーとベラミーを、こちらではロジャーとノーランドを、とこのように怒涛のように考えてきました。表裏一体とは、辞書によれば相反する2つのものが大元では1つであること、そして2つのものの関係が密接で切り離せないこと、この2つの意味を表裏一体と呼びます。今回はルフィとドフィの表裏一体を考えましょう。ルフィとドフィ、つまりドフラミンゴは、前回のこちらの動画で風車 VS ドンキホーテというロマンスつながりを考察しましたが、それ以外でも数多くの表裏一体接点があります。接点1、名前の音。ルフィとドフラミンゴは実は名前が結構似ています。ルフィはご存知、モンキー・ディ・ルフィです。ドフラミンゴはドン・キホーテ・ドフラミンゴですが、トレーボルなどは愛称でドフィーと呼んでいます。ルフィとドフィー、さらにモンキとドンキという名字の出だしの音も似ています。接点2、死に直面した子供。ドフラミンゴは子供の頃拘束されて殺されそうになっています。一方ルフィも子供の頃拘束されて殺されそうになっています。接点3、王の資質。ルフィもドフラミンゴも覇王色の覇気の持ち主です。ドフラミンゴはルフィよりも先、子供時代に覇王色の覇気に目覚めています。763話ナムサンにて、拘束された幼いドフラミンゴはなぜか生き延びることができましたが、これは覇王色の覇気を放ったことで生き延びることができたのだとトレーボルが語り、幼いドフラミンゴを天に選ばれし王の資質があると祭り上げていました。そんなドフラミンゴは覇王色の覇気の威圧技を自分の命のために使いました。一方ルフィは覇王色の覇気の威圧技を他人の命のために多く使います。クジャではマーガレットたちを助けるために放ち、マリンフォードではエースが処刑される瞬間に放ちました。さらにルフィも99話でスモーカーに天に生かされたと言われ、クジャでは王の資質があるとも言われています。接点4、夢見る海賊。ドフラミンゴの夢は世界をぶっ壊すことであり、ドフラミンゴが手を組んだカイドウの願いも同じく世界をぶっ壊すことです。つまり夢といっても希望ではなく絶望の方、悪夢を夢見ている海賊です。763話でもドフラミンゴは幼い頃の悪夢にうなされていましたし、ドフラミンゴに憧れていたベラミーは海賊が夢見る時代は終わったんだと生きていました。一方同じような環境で育ったルフィは希望ある夢、海賊王を夢見る海賊です。接点5、ゴミ山育ち。ドフラミンゴは天竜人から一般人になり下がった後、港町スパイダーマイルズのゴミ処理場でトレーボルたちと出会い、育ち王を目指しました。一方ルフィもグレイターミナルというゴミ山でエースやサボと出会い、そこで育ち海賊王を目指しました。つまり二人ともゴミ山で育っています。接点6、海賊旗は誇り。ドフラミンゴはベラミーに自分の海賊旗を貸してやり、それに泥を塗ったベラミーに制裁を与えました。一方ルフィも海賊旗は信念の象徴だと語り、それは誇りでしょう。接点7、兄弟の死。ドフラミンゴは自分の実の弟であるロシナンテを銃で殺しています。一方ルフィは血のつながりがない兄エースを目の前で亡くしています。接点8、ヒーロー。ドフラミンゴは天竜人の座を追われた後、海賊として力をつけドレスローザで国取りに成功しています。この時ドフラミンゴはドレスローザの陸王を操り、国民を欺いて自らを国を救うヒーローとして君臨しました。このエピソードはアラバスタでヒーロー扱いされていたクロコダイルがコブラ王の偽物ミスター2ボンちゃんを使ってアラバスタで国取りを目論んでいたことと表裏一体になっているでしょう。そしてヒーローといえばルフィです。
ルフィ本人は嫌がっていましたが、魚人島ではヒーローと呼ばれていました。偽りのヒーロードフィーと本物のヒーロールフィーという表裏一体です。接点9、父親と天竜人。ドフラミンゴの父親ドン・キホーテ・ホーミング星は、夢見がちな狂った主人公の小説ドン・キホーテの名前の通り夢見がちな天竜人で、天竜人という世界最高の権力を捨てて家族で人間宣言をして自ら一般人になり下がりました。しかし天竜人への世間のヘイト憎しみは凄まじく、家族ともども貼り付けにされて拷問を受けました。一方ルフィの父親はそんな天竜人の圧政を打破したい革命軍ドラゴンですから、父親にも表裏一体が見られます。以上がルフィとドフィーの主な表裏一体です。悪のカリスマドフラミンゴというキャラクターは、ルフィと敵対した海賊団の中では作中で最も部下を愛し愛されていた気がします。牢の境遇を知るために白い町フレヴァンスの本をわざわざ読んでいたドフラミンゴは、その時自分の境遇と重ねて悪夢に苦しんでいましたが、ドフラミンゴはよく悪夢を見ていたのでしょうか。現在ドフラミンゴはインペルダウンに囚われていますが、こちらの動画で考えたように、もしかするとワンチャンインペルダウンに囚われていたクロコダイルがルフィを助けてくれたように、ドフラミンゴもいつかまたルフィサイドを助けてくれる存在になるかもしれません。二人のキャラクターの表裏一体の関係が分かったところで、ここからが本番です。続いてはドフラミンゴからルフィの物語の今後を読み解いていきましょう。例えば先ほど考えたように、ルフィとドフィーは父親である天竜人ホーミング星と革命軍ドラゴンも表裏一体となっています。ドフラミンゴは天竜人に出戻るために自分の父親ホーミング星を銃で撃ち殺しています。これをルフィに置き換えて真逆にしてみると、ルフィは天竜人を倒し世界を変えたいと願う革命軍ドラゴンの命をいつの日か聖地マリージョアで救う、そんな可能性が見えてくるでしょう。次に注目したいのはドフラミンゴの血統です。ドフラミンゴは元天竜人ですが、そのドン・キーホーテ一族は800年前、世界政府つまり天竜人になる前はドレスローザを統治する一族でした。つまりドフラミンゴは800年前の王族の血統なわけです。となると、もしかするとルフィも800年前の王族の血統である可能性が生まれます。これはこちらの動画でも考えたルフィとサンジの表裏一体からも考えることが可能です。サンジが悪の戦争国家ジェルマ王国の血統なら、逆にルフィは正義の平和国家、例えば滅ぼされたある巨大な王国 D が栄えたドン王国の血統である可能性が生まれるわけです。それこそがジョイボーイでしょうか。 D とは神の天敵です。つまり天竜人の天敵。またドフラミンゴが陸王からドレスローザ王国を盗み取ったということは、反対にルフィはいつの日か自分の王国を作るのかもしれません。僕はこちらの動画でルフィの夢の果てとは愉快で自由な海賊の国を作ることだと考察しています。そして最後に考えたいのは悪魔の実の覚醒です。作中でしっかりと悪魔の実の覚醒について語ってくれたのはドフラミンゴでした。いいかひよっこ、悪魔の実の能力にはまだ覚醒という上のステージがあるんだ。能力は稀に覚醒し、己以外にも影響を与え始める。ドフラミンゴの覚醒された糸糸の実は周りの建造物や地面までに影響を及ぼし、町一帯が糸になってルフィに襲いかかりました。どうやらパラミシア系の悪魔の実が覚醒すると周囲をその能力で変化できるようです。一方ゾーン系の悪魔の実の覚醒についてはインペルダウンでクロコダイルが語っていました。ゾーン系の悪魔の実が覚醒するとインペルダウンの極卒中のようにパワーに全振りするようです。ロギア系の悪魔の実の覚醒については未だ語られていません。とにかくルフィのゴムゴムの実はドフラミンゴと同じパラミシア系ですから、ルフィとドフィの表裏一体を考えると、おそらくルフィはいつの日かゴムゴムの実を覚醒させるのでしょう。それではゴムゴムの実が覚醒したらどんなことが起きるのでしょうか。これももしかしたらドフラミンゴ戦がヒントとなり読み解けるかもしれません。ゴムゴムの実が覚醒したら、おそらく周囲をゴムにできるかもしれません。周囲をゴムにした時に得られるメリットは3つあるでしょう。まず考えられるメリットの1つはダメージの軽減です。周りがゴムであれば吹き飛ばされて壁や地面に叩きつけられても、その瞬間ゴム化すればバウンドしてダメージを軽減できるでしょう。そしてもう一つのメリットはカウンター攻撃です。例えば地面に叩きつけられた瞬間に地面をゴム化すれば、瞬時にゴムの弾力の反動でカウンター攻撃を放てるかもしれません。これは強力です。相手は攻撃モーションをとっていますから、無防備な状態へカウンターを決めれます。通常の格闘技においてカウンターとは
相手の攻撃を受ける前に放ちますが、この場合のカウンターは相手の攻撃をもらった後、相手の意識外からカウンターを瞬時に放てるでしょう。そして最後はゴムゴムの覚醒の真骨頂、それはおそらく永久コンボハメ技です。周囲の壁や天井、地面をゴム化すれば、ゴムであるルフィの弾力と反動は数倍に跳ね上がり、止まらぬ攻撃が可能となるかもしれません。このヒントはベラミーです。ルフィと友達になったバネバネのベラミーの技、スプリングホッパーの強化版、これはドレスローザで見られましたから、この技がゴムゴムの覚醒技のヒントになっているかもしれません。超高速で跳ね続け無限の攻撃を生む、この技は壁や地面がゴムで自身もゴムなら、攻撃力は凄まじいものになるでしょう。それは振り子の反動、はじめの一歩のテンプシーロールのようでもあり、喧嘩商売でいう自らの意思で倒れることも許されない無限の必殺技、煉獄のようでもあります。敵を永久に逃さない、止まらない、見えない、それはまるで鳥かご。これはドフラミンゴの技鳥かごと同じ意味であり、さらにサッカーで使われる練習メニュー鳥かごのようでもあると、小田先生はサッカー経験者ですから、この可能性は割とあるのではないでしょうか。ドフラミンゴ戦でルフィはギアフォースバウンドマンを披露していますが、この時ドレスローザの住民は、なんで跳ね続けてる、止まれないのかと語っていました。これもヒントになってるかもしれません。そしてこの考察がもしも正しいのなら、この無限コンボは黒ひげにかなり有効かもしれません。黒ひげの闇の能力は相手をつかむことで相手の能力を無効化できますが、ルフィは相手に触れずに攻撃できる覇王色をまとう竜王を取得しましたから、黒ひげに触れずに無限に攻撃を叩き込むことがこれで可能になるでしょう。しかも黒ひげの闇は相手を引き寄せてしまう力があるので、これが逆効果にもなり得ます。以上です。今回はルフィとドフィの表裏一体を考えることで、ルフィに関する今後の展開を予想してみました。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。